中井広明治27年10月10日は、日本の武士、外交官、政治家である、郷和桜須。別名、横山急之進、サ島雲城、後藤急二郎、田中孝介、中井孝三。書家としても知られる。六名館の名付け親でもある。著書に、合衆国憲法略記、西洋気候公開新説、ロシア殿み、その万有期ほどなどがある。逸話が多く、 明治の解決、貴人、国慶化として知られた。薩摩藩鹿児島城下に藩士、横山旧西門の長子として生まれ、藩校の増士官に学ぶ。祖父の代までは藩の住職にあったが、父の代には没落し経済的に困窮していた。その後、脱藩して京都に生き老人となるが、後藤昌二郎や坂本龍馬らに、その後大きな性格を愛され、 彼らが苦面した資金で、1866年11月に、土佐の幸幸康と共に、イギリスへ密航留学する。1867年春に帰国。その後、宇和島藩終戦方として、京都で活躍。中井光造と改名し、1868年1月、外国事務各国講師応接係となる。同年3月のイギリス講師、 パークス襲撃事件では、パークス一行の護衛として襲撃犯の一人、スザク・ミサオと切り合い、自身も頭部に傷を負いながらも、スザクの胸部を刺し、後から駆けつけた後藤にスザクが切られて倒れたところを、首をはねた。パークスらを救った功績により、後藤と共に、イギリス・ビクトリア女王から宝刀を送られた。この一件により、尊能上院派から、 同志を切り外国人を守る国族として暗殺される、恐れが出たため、尊能家、高山被告老を弔う死を書きつけた内里の奥義、数百本を京都寺町の奥義屋に注文し、わざと代価を支払わず、奥義屋が叩き売るのを待って、それを市中に流通させ、中井に尊能のやりと広く知らしめることで難を逃れた。その後、寺島宗則らと共に外交面で活躍。 その後、明治17年滋賀県知事、貴族院議員を歴任。明治23年10月20日、近景観志向となる。明治26年京都府知事に就任し、在任中は、第4海外国官僚博覧会や、京都舞鶴間鉄道の建設に力を尽くしたが、完成を待たずして執務中に、脳出血で倒れ、死去。去年57、 中井広宮偶あと京都三条木屋町下がる。ありがとうございます。